演武開演。どうも、本日はこちらローソンの枝豆とベーコンのチーズビスケットを食べたいと思います。では、いただきます。うん、こっちの方が良いですよ、絶対。以前から何度が言っていたビスケットにしては甘さが控えめという点を生かしたのか、逆に主食にしたことで塩気が効いてコリコリとした枝豆ベーコンの食感も相まってとっても美味しかったです。ただビスケットはもうちょっとさっくりした方がビスケットらしいかな。あ、でも主食だしこれぐらいはいいのかも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。